生まれてオリンピックにこうやって見れるのは初めてなんで、私も自分自身もオリンピックまで一生懸命頑張りたいなと思ってます。はい、相撲にもっと外国の人が日本来れると思うんで、そこでもっとアピールして相撲のいい、とこをアピールしていいなと思ってますんで、はい、はい、フレフレ2020